はい、頑張っていきましょうか。1戦目、皆さんどうもタイガです。今強気2109、一応ね更新、中ですね。このまま頑張ります。でお相手のキャラがなんだ、ゴレか、見てなかった。あ、ゴレだ。今ゴレすごい強いんだよな。チームメタはいいんだけどね。行くか。ちょっと足2枠だけど普通に悪い方じゃない。剣士に行って大砲撃ってきたら上ウサギ、相手が上に足来るかどうか次第、相手が上に足来たら猫置かなくてもいいな。これ来そう。いや一応太っちょか。どっちが早いんだろう、太っちょだったら。いや俺の早いな。パンダ行こう。それ美味しいわ。拾ってくれたやつ全部倒せる。飛んでもらってアマゾネス行こうか。 OK。 これ2体いる、2体いるね。さあパンダ、太っちょも魔法も全部まとめてやってほしい。こう一方的に殴られるちゃうんだね、太っちょに。すげえな。アマゾネスに行っちゃうよね。そうだよね、これ一方的にやられるのもったいないな。でもしょうがないな。剣士もちゃんと生かしてあげて。さあ大型ゴレ来た。ゴレこっち来てほしい。で上だな、問題は飛んでほしい。 OK。 これ負けるぞ、これゴレに。何やってんだよ、パンダじゃなくてあいつ。危なで負けかけだけどね、ほぼ上まで生きてんだよね。ディケイド一回流す。でちょっとあのパンダがスキル食らわない位置まで流して、いやゴレがでいいや。ビーム見て、範囲巻き込まれちゃったね。ただサイコロだったら流せるから別に悪くはないんだよね。オッケーオッケー。あのラインでしょこれ。ウサギ止まんない説ない、これあるでしょ。ウサギ止まんないでしょこれ。で猫行ってダメージ絶対入るから。へえ、ウサギそこ殴るんだ、魔法使い。もうこれあの10個たまんないんで落としに行きます。こんなキャラでは多分落ちると思う。 OK。 というわけで完全勝利ですね。1戦目からいい感じ。ゴレサイクルって珍しいな、錦津さんじゃん。もうやってないかもしれないけど5最低値かな。はい、それでは2戦目、お相手イフリートリーダー。これはねちょっとねもう声を大にして言いたいんだけど、あの0秒再生っていうちょっとずるいことはやめよう。本当に良くないよ。あの再戦するならすぐ押せと。0秒だろうが即押そうが受けません。1しかくれないんだったら、あ向こうあれ1しか減ってないんですよね、さっきの方で。再戦来るのは別にいいよ、再戦来ること自体は悪くない。だ再戦押せるんだから。ただ受けないよ、これは受けない。あわよくば受けてもらえないかなっていうちょっと腹黒い感じの0秒再戦は本当にあまりいい気分ではない。でこういうことで言うとあんま良くないかもしれないけど、でも強火持ってる人はね0秒再戦されても嬉しい人いないから実際ね。とりあえず取った、今度こうか。おにんこはね下行かせたいんだよね。これ爆発食らっちゃうかもしれない。ちょっとあれ爆発しそう、痛いかな。あ、大丈夫、当たってない。 OKOKOK で OKOKOK、 いいよ。どっちから行こうかな。レドラでいいか。レドラ行きます。食らうかもしれないけど一応アンチ関係というかあのまあそうですね、あの有利なんでキャラは一応ね。打ちすぎな、お前マジで打ちすぎ。それはねやばい、やばい数打ってる。あ、その灼熱偉くね、当たんじゃね。あ、でかすぎ。しかも一回避けた、避けたのも偉い。まあ死ぬけどね、もう。まあでも死ぬけど、十分頑張った。マジで偉い。
で、まさかのお相手にあれがいる、リザードマン。そしてだるい、こっちキャラすごくない。さあこれ豆拾うから倒してもらって、でもこれね爆発するちょっともったいないんだよね。さあ爆発はする、いい感じでダメージ入って、どう取っていくか、素晴らしすぎる。これ後ろのコング使わせよう。ディケイド1本いくのもありだな。これ1回前行ってもらってからおやつ拾って、おやつじゃねえわ、豆拾って OK。 キャラ数少ないから極端にね、ただコストはあるからこれ良くないかもな、ワンチャン。ここでいいや、コング多分あの後ろのコング死ぬわ。まあいいか、ここ俺が行くか。 OK 来た、行こう、攻めに行こう全力で。 OK ダメージ入った、で干渉絶対無理なんで10個下げましょう。無理だよね、うん、無理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 。一回だけ見るか、これで見れるはず。 OK というわけで、なんとか点差勝利で10個スタメ、最低5もらいます。ん、 5?5 だよね、うん。はいはい、それではね3戦目やっていきます。お相手がリディスリーダー、3戦目ではなってるのね。ちょね、あの待ち時間が長すぎて今あの明け方やってるんですよ。今ちょうど6時ぐらい、6時前、待ち時間が長すぎて、あの何戦やったかちょっと忘れちゃう。あー、小悪魔見れないからちょっと回します。悪い札じゃなかったんだけどね、トレントはね対リディスでは引きたくない。次大型来たら妥協、行きます、足2本だけど。まあ、パピオンでリディス相打ちしてくれたら嬉しいな。まあ、ゴレガでやるってもいいんだけど、これがでやりに行くか。打っては来ない。OK、惜しい。で、隠すキャラが、このままだとコラボ猫になるな。コラボ猫隠してもしょうがないんだけど、まあしょうがないか。そうだね、それはやったのでかい。それはやられちゃうけど、しょうがない。OK 出された。これはさすがにコラボ猫でやりたいな。これが、なるほどね、これはこれがいこう、これはどっちもこれがいくしかない。なるほどね、まあそれ打たないね一発で。ライン下げます、これ無理です、これが残りすぎ、カゴ入ってるし。待て待て待て、それやばい。いや結構残ってんなあいつ、結構残ってるし、火力キャラが残ってないからだいぶきつい、これきついぞ、だいぶ残りすぎ。相手のキャラカゴ刺さりすぎだろ、これはいくらなんでも。このカゴ率はやばい、しか死んでないし、リリス。これはね、無理です。カゴゲーすぎる、マジで。これはひどい。でも全部カゴ決まってんじゃん。ふざけてるだろ、これはさすがに。守りたいけどな、守れっかな、これ。いや、微妙。これで守った方がよかったかな、これ。怪しい。小悪魔は結構火力高いから小悪魔止めたいんだけど、いや無理だな、マジでひどいカゴ、ガチでひどい、全部やられた。で50持ってかれる、これでえぐいなこれは。あ、次頑張りますか。さあラスト1戦目のね、1戦目じゃない、1回目のプリンセスの勝利は良かったんだけどね、2発目が無理だったな。一生刺してたパピオン、一回ライン下げてゴレが倒せないなと思ってあのライン下げたんだけど、それでもパピオンもリリースに負けたし、
あれはどうすべきだったかな。もうパピオンをゴレガに当てる。いや無理だな、絶対当てちゃダメだ。ゴレガあってもひらめき入ったもんね。いや無理だな無理だな。まあコラボ猫とウサギ両方引いちゃって火力がいなくて処理しづらかったのはあるけど、まあにしてもだな、前の試合を見て反省点、どうすれば勝てる可能性があったかとかって絶対見た方がいいんですよ。あの上手くなるためには、じゃないと何がダメだったかってのを理解しないまま試合終わっちゃうから。やべ、見てた、見てなかった、全然話したらアホやったなんですけど、さあどうかなこれ。それはさ結構ずるくない？いや見に行く？行くか、無理だなこれ、駆られたくない。トン虹ゴスはエグい。どっちから殴ってるか分かんねえ。ああなるほどね。これゴスやれっかな、消えたら終わり。いや消えなくても終わりだろこんな。ここで一回止めて、無理だゴスが強すぎる。え、剣士いいんだけど、思いっきりいるんだけど、結構早めに来たし、虹ゴスゲーされてる完全に。これは無理だね、どうしようもない。一応一回止めたけど間に合わないかな、これ間に合ってない。これはね無理です。はい皆さん、これは無理、かなりきつい。こっち来てくれ、無理だ。うん、剣どこ、あ、ここか。判定じゃない、点差で抑えられたら良き。無駄別に悪くなかったんだけどね。まあしゃあなし、一回負けた時の負けループが入った。これでどれぐらい持ってかれるか、どうだろう。今乾杯で50持ってかれた点差で、あ 20! 待てやろうぜ、受けてくれよ、俺の方が持ってるぞ点差20は。ちょっとだけ受けてくれたら美味しいぞ、受けてくれたら君2100チャレンジあるぞ。受けてくんないかな、わかんない、くれるか。あー受けてくんなかったね。この人いくつ持ってんだろう、ちょっと見てみようか。いやー惜しかったなマジで、もうちょっと最高強く伸ばしたかったな。もうマジでプリンセス逆やまれるわ、何回見ても。ああ全然行ってないわ。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今2049まで落ちちゃった。でもね最後のね試合はね、まあ負けだけど20しか減らされなかったから全然良かった、また頑張ろう。で2119かな、最高強 B です。はい悪くはない。で2049まで落ちちゃったから固定変えてもいいな、2100まで上げるのに。これが裏なしでも別にいいんだけど、他の固定もやってみようかな。あこれミッチェルさんじゃない、多分リベンジされたねリベンジされたね今回。まあ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 、まあ、前回ね2100上がった時に相手がこの方だったんですよって後から聞いた本人から、で今回負けたなるほどね、わかりました。どうしようかな、まあ何かのキャラ強 B グランプリやるか、もしくは他のことやるか。ポセイドン一応まだ1位だからギリギリまだ様子見、他も固定かな。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました、よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。